はい、ただいま、はい、あ、映りました。ただいま、皆さんこんばんは。イエーイ、顔できたよ、ね、顔が、化粧終わったよ、ミカさんの化粧が終わりましたんで違うけどね、うん、違いますよ、うん、ね、顔作るのに何時間かかってんだって話、ね、そうね、ちょっと今日間に合わなかったね。今日はいろいろお話しすることがあったもんね。そう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 、間に合わなかった、ね、みんなごめんよ、間に合わなかった、ごめんなさいね。あの、もういろいろ大変なのよ女の子大変そう、女の子大変なの、ね、でもね、天海さん今日イケメンじゃないですか、はい、今日はだからやっとメガネを持ってきまして、ね、先月言ってたね、ね、忘れてきたメガネを今日はちゃんと持ってきたということで、ね、ほらインテリでございましょう、ね、やっぱメガネかけるとかっこいいっすよね。ほら、うん、ほら言ったって、実言ったって話だけど照れるやない。なんなんだよ、なんなんでしょうね、これ、ね、なんなんだよ、なんかそう言われると微妙な空気流れたじゃねえかよ。どうしたらいいかわからないんですよ、天海は。やめてください。いやでもやっぱね、お医者さん役が似合いそうだね。お医者さん好きね、あなた本当にね医者好き、バイでしょ、馬の医者が好きなんでしょ。あ、でもさ、バイの話じゃないんだけど、はい、そのバイの枠でやってるね、うん、なんかテレビ東京の平日の午前中にやってるね、の今のやつ超ハマってる。今何やってんの？今ね、パン屋の話やってるんですけど。パン屋？そう、パン屋の。医者じゃないんだ。医者じゃないの。あの、だから。でもわかんない。韓国だからきっとパンの医者とか出てきそうだよね。パンの医者って何ですか？このイースト菌はいい菌だみたいな。どんな菌？悪玉イースト菌だみたいな。やばいでしょ。ね、あれなんですよ。あの、うん、そのバイとかはさ、うん、日本でいう大河ドラマみたいな、あ、歴史ドラマだったじゃないですか。今回の現代ものなんですよ。うん、パン屋の話。そう。でもどうせあれでしょ、パン屋でなんかばったり出会った人がなんかすごいどこぞの政府高官とかでなんか結局駆け上がっていく話じゃない、ね、最初刑務所にいたんですよ、主人公とかは。はい、刑務所。そうそう、刑務所とかに4人でいて、うん、で、うん、その4人が仲良くなって、うん、でもいろいろあって、うん、で最初に主人公の旦那がね、うん、死んじゃうんだけど、うん、死んじゃったのよ。あ、主人公女性なんだね。そう、主人公女性なんですけど、はい、旦那が死んじゃって、でもいろいろあって、うん、刑務所入って、うん、でいろいろあってパン屋を開くことになったんですけど、うん、まあ、すげー走りまくってるけど。そうね。でもね、今日ね、そのね、旦那がね、実は生きてたの。めっちゃテンション高いんですよ。すっげーテンション高い。めちゃめちゃ嬉しそうやな。やばくない？やばい、やばいけど、まずちょっとコメントを、皆さん遅れてごめんなさいのコメントをした方がいいんじゃないの。ね、美咲さん、ナチュリオさん、天海さん、今日も眩しいぐらい、ごめん、天海さん、今日もかっこいいですね、うん、ありがとうございます、みんな遅れてごめんね。不良美少女、ま、今日も眩しいぐらい可愛いね、うん、もう不良美少女がいきなりテンション上がっちゃったから、もう、そうみんなこんばんは。ちょっとパン屋の話でね、盛り上がっちゃった、うん、パン屋、そんな好きなんやね。ナツリオさん、映った、よかった、よかった、本当に。いや、ごめん、お待たせしました。お待たせしました。ねね、全部もう、ミカさんの。そうそう、化粧待ちだったの。化粧待ちだから。化粧待ちってことにしといて。そういうことにしときましょう。うん、挨拶も済んだところでね。はい。で、パン屋の話をしましょう。違いますよ。タイトルコールをするんですよ。あ、してなかったね。してないんですよ。してなかった、ね。タイトルコールしてからパン屋の話します。あ、じゃあ、分かった分かった。はい、ミカと、天海の、楽屋裏。というわけで、パン屋がですね。今、合わなかったやないかい。早いわ。あ、ごめんごめん。ミカと天海の楽屋裏、はい、はい、ということでね、はい、ボリュームいくつですか？これね、謎なんですよ。だからそうなのよ、ミカさんお休みした回がさ、特別版だったでしょ、言うなれば。そうそう、台湾行った時 6.5 ぐらいですよ、多分。もう9ですか？ 6.5 か 7.5 ぐらい。普通にあれはカウントしてるんじゃないですか？あれ？なんか画像がまた消えた？違う、今調べてくれた。違う、大丈夫でしたもんね。だからね、今何回目かわかんない。多分8か9ぐらいだと思う。だ、多分前回の私が入院してた時はカウントされてない、うんうん、カウントされてないよね、間違いなく8ですね。8回目だって。8回目早いね。8回目って、でもさ、もう11月、11月ですよ、年寄せですよ。早いね。11月ってさ、何もない月だよね、本当に。あの、あるでしょ、何にもないやん。あるよ。あ、でもさ、うん、の酒飲み温度知ってる？酒飲み温度。1月は正月で酒が飲めるぞってあるじゃん。あ、はい。あれの11月は確かね、うん、何にもないけど酒が飲める。ほら、何にもないじゃん。そう、確かにそう。何にもないんだよ、11月って。でも、祝日は多いじゃない、うん、文化の日と勤労感謝の日でしょ。勤労感謝の日って、誰にも勤労者に感謝してないよね。勤労感謝の日にさ、感謝してほしいよね。めっちゃ働いてるやん、みんな、うん、働かされてるやん。勤労してない人がまず少ないじゃない。そうよ ね, ね。だからやっぱり日本もね、あの、国民全員働いちゃいけない日を作るべきだと俺は思う。働いちゃいけない日にするの。そう、もう働いたらもう牢獄。働いたら負けだっつって、うん、そう、警察さんを働かせましたねってことで、うん、ねえ、うん、勤労感謝の日ね。そうで、誰も感謝してないっていうかさ。いやだからやっぱりその祝日だあったら、うん、その通りのことやっぱしなきゃいけないと思う。勤労感謝の日ね、うん、文化の日だったらやっぱり文化を飛びましょう。文化の日、うん、文化
の日はね、いろいろなんかやってますよね。何やってんの？なんかそういう文化的なフェスティバル。あの僕あの昔剣道部やってまして。剣道部だったんですか？剣道部だったんですよ。あ、似合いますね。似合います、似合います。なん今日褒め殺しや。どうした？そうそうそう、ちょっと褒めといて。どうした？来月頑張ってもらおうと。ああ、その話はまたね。うん、またね。また来年ぐらいにしましょうね。来年かよ。だそう、あ、文化の日ね、剣道の全国大会ってのがあるんですよ。あ、そうなんですか。実業団というか、うん、警察関係者がやっぱ剣道強いんですね。ああ、うん、でもやってるもんね。そうそう、だから毎年その時は、はいはい、あのビデオ撮って、うんうん、部員のみんなで、うん、うわ、つえーみたいなこと言ってたんですよ。宮崎選手って人がいて、はいはいはい、あのあ宮崎選手じゃない、ごめん名前忘れちゃった。とにかく宮城県警ですっごい強い人がいて、ほんとどうでもいい話ね。うん、で、つえーっつって。で、あの当時、うんうん、またすっごい話脱線するけど、はいはい、うっちゃんなんちゃんの、あの炎のチャレンジャーっていうのがあったんですよ。知ってます？イライラ棒とかでしょ？そうそうそう。あれでね、ヒャックマンっていう剣道のすごい強い人がいたの。わかんない、知らない、知らないよね。わかる人います？わかる人いないよね、ごめんね。すっごいマニアックな話を。いるかもわかんないよね。でもあれ当時俺ら部員はね、こいつ強えっつってね絶対あいつだあいつみたいなのね言ってたんだけどね。あ、そう、まあ、顔隠れてわかんないの、ヒャックマン。そう、顔隠してから絶対警察関係者だと思って俺らは。そうだよね、そうそうそう、剣道だからね。こいつ剣道で面かぶるけど、うん、顔は見えるんですよ。ヒャックマン完全にね、顔隠してんの。その下もわからない。そうで、普通面とかどうとか言うじゃん、はいはいはい、ヒャークっていうの全部加工されてヒャークってめっちゃ強えの。ごめん、こんな興奮して、ごめん。あ、そう、うん、あ、じゃあもうそれはこの人だみたいな。そう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 、絶対これあの人だよみたいなこと言ってたけど、はいはいはい、最初までわからなくて、うんうん、結局その100万に勝った人一人もいなかった、うん、はまあ、番組終わってしまったっていうね。本当に相変わらずどうでもいいところでテンションが上がる。じゃあ、あれだ、100万はチャレンジャーじゃなくて、うん、100万にみんなチャレンジしてください。そうそうそう、100万にチャレンジして勝てたら100万円ってやつね。あ、そう、だから100万なの？そう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 、そうだよ。今かよ。今かよ。ちょっと世代が違うから分かんなかった。そうね、永遠の17、8歳ぐらい。うん、そうそうそう。ね、その2人をね、行ったり来たり。そうそうそう、お前はサザエさんかっていうね。サザエさん。18歳くらい、うん、そう、大体そんなもんっていう ね。でも日本人切ないよね。サザエさんとかちびまる子ちゃんとかさ、うん、ね、ああいうの見ててさ、年上のカツオくんがね、ね、だんだん年下になって、サザエさんがサザエちゃんになる日がいつか来るんだよ。だってえ、だってもうサザエちゃんだよ、うん、サザエさんいくつだっけ。サザエさん若いよね、24とかそんなもん。あれ24歳、うん、うわ、とっくに俺通り越してたわやべ。あ、まあね、私それで言ったらさ、テニスの王子様が好きだったんですよ、はい、中学生が好き、ね、大好きだね、女子はみんな好きだね。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、うん、ごめんね、美咲さん知ってる？懐かしいね、100万って。知ってる？知ってるんだ。ごめん、俺そこに食いついちゃった。あ、めっちゃコメント来てた。あれだわ、うん、美咲さん、あれって勤労できることに感謝する、勤労できることに感謝する日なの？働いてることに感謝してくれじゃなかった？絶対でも勤労できることに感謝してないよ、あの日多分みんなな、休ませやってね。そうよ、そうよ、うん、休ませてよっつって。ちょっとごめん、いろいろコメントがね、ごめんなさいね、飛ばしてたんじゃないですか。水崎さん、うん、あ、見れてますね。天海さん、どこのメガネですか、うん、どこのメガネですか。あれどこだっけな、ゾフ、ゾフ、ゾフ確かゾフ、ま、うん、ゾフの店員さんすごいね。そう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 、あの地元のラポート、地元ってところにゾフがありまして、はいはいはい、行ったので、俺ね、ちゃんとしたメガネ作るのはもうほぼ初めて状態で来まして、昔作ってたの。うん、でもほとんどノリで作ったようなもんだったから。何、ノリでメガネ作るってどういうこと。作ってた、ほんとある程度動画入ってりゃいいやみたいなさ、たまにあんねん、あの老眼鏡みたいなやつでさ、ある程度動画入ってるようなやつ、それ買っただけなの。それをなんか合わせて、うん、いいじゃんこれでみたいな。当たり前のように見えなくなりまして。そりゃそうですよ、うん、で、ゾフの店員さんにいろいろ調べてもらって、うん、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんだろうけど、すごい丁寧にさ、はいはい、これつけてみてください、どうですかっつってやって、うん、うわ、めっちゃクリアに見えるやんみたいなすげえっつって、メガネすげえっつって見える見える、こっから。でもね、俺これだって今見えたじゃん。そうだよね、懐かしいね、100万っていうのが俺見えるんだよ。私この距離見えないもん、なんなら。なんやねん、もうこうなんないと見えない。ほら、まあ俺が勝った、もうやばい、追い越したかやばくない俺。何を追い越したんですか。メガネすげえ、うん、ね、ね、100万知ってる、美咲さん。そう、100万だよ、100万、うん、そう、超強かったの。あれ面白かったね、あの番組ね。イライラ棒とかみんなやってたよね。イライラ棒のイメージがすごいんだよな。あれがもう一番必ずやってたもんね、毎日ね。あれ芸能人社交ダンス部は、あれ、それ売りなり。あ、違うんだ、うん、まだ、ね、売りなりなんです。違うんです。あ、社交ダンス部はすごい見てたな。これ知ってるって時点でもう17、8歳じゃないってことなんだけどもまあいいんだけど
ね、昔は本当にいいのいいの、平成生まれってことでいいの、あなたは、うん、平成10年ぐらいでいいよ。10年で合ってる、うん、今17年、違う違う今28年、何言ってんの、7歳かよ。あのさ、2017年とさ平成9年8年、8年だね。これ結構混同しない？確かに、あれ一致させてくれないかね。そうそうそう、あの年変わった瞬間とか、うん、わけわかんなくなる。だ今さ、ほら天皇、なかなかデリケートな話題ではあるけど、はい、天皇様の生前叙位があるじゃない、ね、あれ西暦に合わせよう。うん、西暦何十年とかいう時に上位していただければ、次の1から平成何年とぴったり合うわけじゃない。そうしよう。ちゃんとね、その下一桁が合うようにしてくれてる。そうそうそう、そうすると大変便利。わかんなくなってくるから。便利とか便利じゃないとかじゃないから。いやだって便利さを追求した結果が今の文化でしょ。だってね。でしょ、このメガネだってそうですよ、うん、便利かい。そう、科学の進歩のおかげで、これ今私は。美咲さんめっちゃコメントくれた。え、美咲さん、もともと豊作を感謝する日ですから、うん、勤労者に感謝だと元の意味が大量収穫で俺すげーってことになっちゃう。あ、じゃあそれこそハロウィンみたいな収穫祭と、ハロウィン収穫祭だっけ、違うか、イースター、まあいや収穫祭みたいなもんなんだね。そう、だから秋なのか。あー、はい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 、そこから勤労か、紛らわしいことを言う。収穫感謝の日でいいじゃないか。それだとまた意味合いが変わってきちゃうからじゃないですか。でも勤労感謝って、あ、でも意味合ってんのか、そう取られば合ってんのか、うん、勤労できることに感謝をするってことですね。なるほどね。でちゃんとそれでお金が、まあね、まあ、昔だったらお米か、はいはいはい、で食っていけますから、うんうん、じゃあみんな感謝しなきゃいけない。そう、感謝しましょう。働いてる場合じゃないね、ほら。どんだけ働きたくないんだよ結局。いやだってほんと大変よね。結局働きたくないですか、うん、ね、まあ働きたくないけど、働きたくないよ、みんな働きたくないんだって。みんななんか働きたくないって言うと、うん、お前何言ってんだっていう流れがあるから、働きたいですって言うけど、はいはいはい、働きたくないのみんな。でも国民の義務ですからね。え、義務なの、働くことが。そう、そうよ。義務じゃないよ、働いてない人いっぱいいる。大丈夫。いやいや、義務ですから。義務じゃない、義務ですからね。そんなことないって、大丈夫、義務ですよ。税金をなんとか納めればいいわけでね。でもね、まあね、非課税のね、うん、まあ、またデリケートな話になっちゃいますけどね、はい、今日なんですかね、なんか割とブラックなところに突っ込んでますけど、だいたいこの時間誰も見てないから大丈夫ですよ。見てます。ちゃんと見てます。そう、まあ、みんな口固いから大丈夫だよ。あとさ、すごい今更思い出したんだけど、なんすか、あのいつも言うじゃない、何を、宝のババのジェットロボットからお知らせしておりますとかさ、ああ今日言ってないやん。そう、言ってないってことに今ふっと気づいて。でも今言ったからいいよね。そう、宝のババのジェットロボットからお送りしております。お送りしております。はい、はい、ね、寝ていたい、ほら寝ていたいよね。寝ていたいわ、まあね、寝ていたいよ、私も寝ていたいんですよ。俺も寝たい、最近ほんとアプリゲームやりすぎ。寝ろよ。ほんと寝られない。どうしよう。そう、なんかさっき喋っててね、うん、そう、あなんか回復する、そう、あのあれさ、だって時間経過でさ体力が回復する、スタミナがなんか行動限界力みたいな回復すんのあれ。でね、5時間でか全開しちゃうもんだからさ、5時間以上寝られないじゃんね。困ったのよ、ほんとに。バカじゃねえの、バカさ、バカの何が悪い。寝ろや。いや、だから寝たら損するやん。その分損するって言うけど、うんうん、そもそも無料でやってるゲームでしょ。そうそうも何もないじゃん、うん、気分的な話やんこれ。そんな究極的な話をしたらね、生き物みんな死ぬんだから何やったって無駄なの。無駄なことをどんだけ楽しむかなの。そこまで行っちゃうの。うん、そうよ。そうかもしれないけどね。そう、実利を求めたってみんな死ぬんだからね。本当に結局 ね、結局そうですよ、ね、無駄をいかに楽しめるかなんですけども。そうなんです、無駄をだから楽しまなきゃいけないんですよ。寝るわけにはいかないんです。寝てくださいよ、ちゃんと。ね、ゆうさんちゃんと寝てますか。私寝てますよ。あなたでもさっき書いてたけど、すごいイベント入れてるじゃん。そうね、また後で宣伝するけど、ね、めちゃくちゃすごいいっぱい入れてるんだよね。今年は頑張ったね。あ、もう心配させてね。すいません、みさきさんコメントいただいてます。ありがとうございます。みさきさん、働かなかったら半年ぐらいで歩けなくなるくらい衰える自信は、うん、そうね。あ、確かに人間働いてるからこそ健康っていうのもあるわね、うん、だって絶対外からじゃない、家から出ないじゃん、うん、確かにね。そうね、うん、そういう意味ではじゃあ必要か。うん、やっぱ働いて、うん、ね、まあね、それでお金が手に入るって言うんだからね、うん、まあ、だから自分のやりたいことね、
して働くお金が大変だったらそれも一番いいんですか。まあね、それが一番幸せですけどね、なかなかね。ああ、どうしたらいいんですか。やっぱ宝くじですか。宝くじね。なんかいろいろ楽しみはあるよね。元手をどうやって見れるからだけど、今日もニュース見てたけど、なんか詐欺の話とかやってたけどさ。宝くじの？違う、なんかね、だから全然関係ない、ごめんね、うん、なんかセミナーやって、うん、なんかあなたも私みたいに起業家になりましょうみたいな、で、なんかそのセミナーの人逮捕されたとかなんだか話してたけど、あれ、旗から見てるとさ、また話どんどん脱線していくけどさ、旗から見てるとバカじゃないかっていうぐらいさ、なんで騙されんだよって話になっちゃうけど、結構やられてみて案外真に迫ってるとかね、ついつい乗っちゃったりとかするよね。なんでしょうね、結局ね、やっぱ口がうまいんでしょうね。そう、一理あるって思っちゃうよね。だって占いだって似たようなもんじゃん。まあね、言ってしまえば、うん、なかなかその当てはまる部分があるからこそみんな信じちゃうところがあるでしょ。ね、だからあんま馬鹿できないよね。皆さんもお気をつけください。ね、お気をつけください。ミカちゃん、よ、過労気をつけて。はい、気をつけます。課金してたら、ナトゥーリオさん、課金してたら無料じゃなくなっちゃうけどね。そうね、そうなんだよ。でも課金はやっぱりね、多少はすべきだと俺は思ってるの。課金してます？多少じゃない時もあるけど、うん、でもさ、やっぱ課金を、うん、私一回あのさ、うん、ミクシーでゲームやってた、はい、あったミクシーなんてね、うん、で、なんか待ちつく、うん、をやってたんですよ、うん、待ちつくをミクシー内でやってて、ほいほい、すっげーハマって、うん、本当ホみたいにハマって、うん、課金してたんですよ、はい、でそしたらなんか急にもう待ちつくのサービスが終了しちゃったと、はい、で瞬間に、うん、私がこんだけ金かけて作った街はどこに行くの？あれね、何かしらデータを残してほしいよね、せめてね。でもあれから私は一切課金絶対しない、うん、そこなんだよ、悩ましいところは、うん、だ、ゲームを例えば買うとするじゃない、うんうんうん、なんかファイナルファンタジーでも何でもいいよ、うんうん、ドラ、うん、マリオでもさ、はいはい、まあ、お金を払って買ってクリアしたらそこで終わっちゃうわけじゃないですか、うんうん、基本的に。でもデータは残るじゃない、一応、うん、思い出とともに。そうなのよ、うん、アプリゲームの悲しいところはそこね。そう、サービス終了した瞬間何もかもなくなるっていう、ね。しかもさ、当時ガラケーですよ。あ、そうかそうか、ガラケーでやってたからスクリーンショットとかも撮れないわけじゃない、うん、あ、はいはいはい、はい、私の街の写真とかも撮ってないわけじゃない。なるほどね、もう思い出の中。そう、はい、もうね、いいじゃん、なんか今思い出の中とかそんな曲1曲作れば、マチツクに対して、うん、そう、マチツクの曲を作ってそれを来月歌おう。いやいや、間に合わないわ。間に合わない。それは間に合わないわ。そっか、うん、じゃあ来年にもしかしたらね、来年ね、来年マチツクの歌を歌いましょうね、うん、マチツクの歌を多分作ってくれると思います。、うん、何の話だったの、話ですけど、わかんないですけどね、うん、本当にね。あー、皆さんもお気をつけて、お気をつけて、何の話がここまで派生したのかちょっと忘れちゃったんだけどね、何の話だっけね。それ私あのね、うん、ブルーマンなんとかが思い出せないんだよ。ブルーマンなんでしたっけ。すごい、私ずっと聞いてブルーマンで終わりじゃなかった。ブルー、あ、ごめんね、いきなりブルーマンの話。あの昔真っ青なさ、全身真っ青にしてなんか楽器叩いてる人たちがいたよね。ブルーマン、すごい、ブルーマンだっけ。確かブルーマンだけだった気がする。で、イベントごとにブルーマンなんとかインなんとかとかそんな感じじゃなかった。本当ですか。多分ね。あ、そう。知ってる人いるかな。いると思うんだけどな。ちょっとあの知ってる方いたら。いや、今活動してないのかな。YouTube で。昔のゲーム見ると懐かしいわ。あ、わかる、それ。ね、今いっぱい動画アップされてて。そう。俺も今ね、あのね、あれです。あのドラクエビルダーズの動画を見ています。アップすればいいじゃないですか。俺アップする道具持ってない。携帯でできるよ。できる？できるでしょ。あ、でもゲームはできないでしょ。うまくやればできるでしょ。でも今ね、その声優さんとかね、うん、動画中継結構やってる。やってるじゃないですか。やってるやってる。そこ天海さんもやればいいじゃんと。やろうって話も一時期あったのよ。おー、うん、やりましょうよ。何やったらいいかね。知らない。何がいいと思う。なんかホラーゲームとかやってる人いるじゃん。あのゼロとかなんかそういうやつとさ。ゼロね、すごい好きだった。あ、そうなんだ、うん、好きそうやね、ほんとね。ホラーゲーム大好き、うん、グロいの大好きそうだもん。大好き、うん、そう、なんかストレス溜まるとね、うん、あのもそういうの見たくなる。あかんって、それほんとに。スプラッター映画とかさ、はいはいはい、ストレス溜まると見たくなる。あ、そうなんだ、うん、スプラッター映画最近なんか面白い。シルバニアファミリーね。スプラッター言ってる人がだよ。シルバニアファミリーって何、もぐのみたいな。シルバ…ミカさんち行ったらなんかシルバニアのもがれたやつがいっぱいいるとか。あ、美咲さん、ブルーマン知らない？あのね、あ、昔いたの、なんかそんなのが何年前ですかね、うん、あれ何だったかね。ブルーマン知ってる？本当にほら知ってる人はいるんだけど、あれ多分ね、うん、10年、そう、バン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 、10年ぐらい前だよね、うん、そんな前か、うん、知ってる人あんまいないよな。そう、だって私モーターヘッドを見に行ったんだよ、その年のサマソニーで。多分だってあれ海外の人だよね。そう、うん、だからなんか
コルネオみたいな感じでさ、サーカスみたいな感じでさ、年に何回か来るみたいな、そんな多分人たち。でなんか六本木で特設劇場を作ってたんだよね。うんうん、ね。クロノトリガーの実況、あクロノトリガーいいよね。クロノトリガー知ってます？ね、もうあれ超ハマったあの当時。クロノトリガーね。音楽最高だったもん。あ、音楽いいっすよねクロノトリガーね。ロボの曲最高だった、ね。名曲やわ。トワイライトシンドローム好きだわ、みなずきさん。トワイライトシンドロームってあれ映画？ゲーム？あ、ゲームホラーゲーム。私わかんない。あ、知らないの、うん、あ、じゃあ今度探してみましょう。トワイライトシンドローム。もうなんか名前からして怖そうだよね。じゃあそれ一緒に実況します。黄昏、シンドロームってなんだっけ、なにシンドロームで和訳するとなんだっけね、忘れちゃった。症候群、黄昏症候群。黄昏シンドローム、いや、黄昏症候群やってトワイライトでしょ。トワイライトって黄昏って言う。黄昏、あ、そうなんだ。あ、夕暮れのことをトワイライトなんです。あの、大間が時とかを言うよね。あ、うん、はい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 、はい、だからそういう間が差すみたいな時間のことをトワイライトっていうんですね。大間が時って先に言ってもらえれば分かったんだけどね。なんや、なん俺が悪いみたいになってんのこれどこっちゃ。美咲さん10年前不良美少女いくつだよ。7歳だな。10年前も17歳だったもんな、うん、10年後も17歳。いいのそれで。サザエさん症候群、あ、いいね。サザエさんシンドロームって言っときゃいいね。あー、いいね、いいね。でも私ピーターパンシンドロームですからね。あ、そうか、ピーターパンシンドロームって言うのか、うん、そうそうそう。でもあ、なんかそれはちょっと夢がある感じがするから夢あるかな。うん、ピーターパンって言うとなんかさ、肯定的じゃない。クソ。でもサザエさんって言うとピーターパンって結構クソじゃない。クソだね、クソだよね、あいつクソだよね。あいつ、俺ほんとフック選手応援したかった。そうそう、わかるわかる、うん、大人になるとさ、ね、こいつクソだなって普通に思うよね。そうそうそう、サザエさんシンドローム。だからサザエさんシンドロームにしよう。サザエさん、ちびまる子ちゃんシンドロームは長い。サザエさんシンドロームはだってあれでしょ、日曜日が嫌だ人たち。あ、そっちなの。日曜日が終わるのが悲しすぎる人たちだから。サザエさんシンドローム、それ焦点じゃないの。この話さ、なんか先月ぐらいしたよね。した気がするね。どっちなんだろうね。じゃあサザエさんシンドロームですよ。でもサザエさんし、まあいいか、サザエさんシンドロームいいか。そうだから焦点で、うんうん、そのシンドロームに陥るには早いっていう話をしたんですよ。そうだったっけ、そうだったっけ、うん、そっか、サザエさんか。サザエさんですよ。多分今だったら鉄腕ダッシュあたりじゃないかと思うんだけどさ寝るのが遅いからね、子供がね。そうね、うん、鉄腕ダッシュを見て切ない気持ちになるんじゃないかなって。確かにね、うん、いろいろ切なくなるよね、鉄腕ダッシュ ね日曜日の夜、ほんと切ない、うん、日曜洋画劇場とかね。あ、昔あったね。今ないの。今ないでしょ、日曜洋画劇場ないでしょ。あるでしょ。ないよ、ほら、ない。今ね、金曜ロードショーしかないの。水曜もないの。マジ。昔は水曜と日曜と金曜日ね、映画やってたの。知ってるかな、みんな、うん、やってたんだけど、今も金曜ロードショーのバカみたいな映画しかないの。バカみたいな映画とか言わないの、うん、変なウサギがぴょんころやってるしかない。知らないんだ。ウサギがぴょんころ、なんか、ウサギがぴょこぴょこぴょこって言ってな、なんかね、影みたいなウサギがね、走ってきてね。昔のなんかオープニングの話ね、これ、うんうん、昔俺がほんと初めて見たことあるんだけど。あ、オープニングってそれね。そう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 、はいはいはい、昔なんか不当で変なおっさんがさ、なんか立ってるシーンでさ、チャーチャラララララっていうのがすっげえかっこよかったのにさ、いつからあんな変な番組になっちゃったのか。あったね。あの当時面白かったんですよ。あったね、うん、そうでもオープニングあったね。そうそう、しっかりでしょ、うんうんうん、あれ超かっこよかったのに、それがなんか映写機が回してる変なおっさんになって、そっから今ウサギなの。ウサギなのね。何あのウサギ。みなずきさん、下下な、何を下下、何をしたの。下下下下って下じゃないよね、見えないよね、うん、何をした人わかんない。何をしたの。あ、コバさんのアコーディオンのおしゃれ関係の音楽が懐かしい。あ、そう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 、日曜日ね。そうか、おしゃれ関係ね。気がつくといろんな番組が終わってね。今なんかおしゃれ関係じゃなくて、なおしゃれイズム。あ、そうなの。なんかあれでしょ、森泉がや、森泉だって、森泉がやってる。ああ、そっちだったのか、うん、のになったよね。あ、そうなんだ、うん、ドラえもん。ドラえもんは、ドラえもんは何気にのび太くん無人島で大人になって、うん、タイムフロスキーで子供に戻ってるからで映画になるんだよ。あ、そうなの。無人島で大人になってタイムフロスキーで、あ、そうなの。あ、そのままってこと。一回無人島に、うんうん、無人島に行っちゃったんだ。あ、で成長しちゃって、そのタイムフロー式を出す回で戻ってそのままってことでしょ。それ精神的なさ、記憶とかどうなんだろうね。記憶も戻るのかな。そしたら伸びた、めっちゃ頭いいじゃん。いや、頭いいとは限らないじゃん。大人でもアホはいっぱいいるよ、うん、アホはいっぱいいるけど、まあね、いや、最近さ、タイムリープものとかさ、アニメとか結構ね、うん、あったりとかするけどさ、はいはいはい、ほら、だってその戻る前の記憶をさ、うん、持ってくるから、言うなれば
何倍にも生きてることになるわけじゃないですか。だから永遠の17歳、実際17歳が精神年齢が20何歳であるかのごとく、その分だけ生きてると。タイムスリップしてきたのかも。それいいかもしれないね。そうしよう、うん、そうなると多分精神というのは崩壊するんじゃないかと私は思うのね、うん、タイムスリップね。人間の精神は絶対それに耐えられないと俺は思ってる。まあそんなの知ったことじゃない話ですけど、私あれなんですよ、この前、この前っていうか夏にさ、タイムスリップものの舞台出てたんですよ。あ、そうなの。あの、それはあれか、椿さんだった。そうそう、椿くん。あ、そういう話だったの。そう、私未来から殺しに来た、うん、そう、未来から椿くんを殺しに来たよ、うん、タイムリープ。ほら、なんかややこしい。今タイムスリップとさ、タイムリープって違うの。違うの。タイムスリップはあれですよ、ターミネーターですよ。体ごと過去に来るんですよ、はい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 、タイムリープは記憶とか精神が過去に来るんだよ。だから肉体はそのままなの。どっちって。はぁ、タイムスリップだった。タイムスリップの方か、うん、はいはいはい。今タイムリープってのがあるんですよ。タイムリープって怖くない。そっちが怖いのさ。怖いよね、うん、そっちだと今このままなのに、もしかしたら俺の中は80年生きてる精神が。怖い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 。めっちゃ怖くない。怖いっていう話で。やだ、ね、やだ、うん、そんなマミさんやだ。わかんない、もしかしたら来月来た人が、あー、ミカさんこんばんは。声変わってんじゃん。すっごい落ち着いてくるかもしんない。めっちゃ渋い天海さんが来るかもしんないよ。なんかすげえいろんなことしてるじゃん、うん、いやいや、私も確かに何年か前はこんなことをしていましたねとか言い始めるかもしんないよ。やだよ、うん、話せない。しかしあの時、いや、そういう意味深なこと言ってるね。消されますよ絶対、ね、だきっ とそんな人がいても政府でこう隠されていたりするんですよ。何の話ですか。都市伝説みたいになってますけど。怖いですね。いや、あるんです。そういうのあるんです、きっと。あったらいいなって思います。まあね、水月さん、はい、先週サザエさん、うん、先週、うん、先月、うん、先月 ね、 そうね、サザエさんシンドバムと商店の話した、うん、したか。そうだよね、したんだよ。覚えてないもんね、覚えてない俺ね。多分俺もっと過去から来たの俺かもしれない。覚えてない。逆に、うん、2ヶ月前の俺かもしれない。あ、うん、だから先月のことを知らない。知らないかもしれない。下手すらもっと前だから、台湾行ってる美香さんも知らないかもしれない。マジか。知らないかもしれない。マジでか、うん、マジで。あら、かもしれない。ほら、世の中疑心暗鬼になってきた。やばいね、世の中嘘に満ちている。でもさ、そういうの考え出すも止まんなくなっちゃう。怖いね。だからもう、もしかしたら。お疲れ様です。お疲れ様です、うん、ありがとうございます。クッキークッキー、クッキーいただいたよ。あ、本当に、うん、じゃあ、もりもり食べて。もりもり食べてね、うん、くださいな。はい、あの哲学ゾンビの話とかあるじゃん。哲学ゾンビ、ゾンビ、その結局本当に意識があるのは自分だけで、うん、周りはみんな。あ、それは何、あのいわゆるあのなんだっけ、あのうわどう忘れ、やだね。本当に俺きっと今80、90のおっさんのあのそのせい、あのメインブラックじゃなくてさ、なんだっけ、あのキアヌ・リーブスがさ、なんか思いっきりのけぞることで有名になった、マトリックス。マトリックス、あれがそんな話じゃなかった。あ、そうなんですか。私マトリックス見たことないです。マトリックスなんか、なんであれ、なんかなんだっけ、あの虚構世界みたいなところで生きてる話だよね。まあでも多分そんな感じなんだと思いますよ。こうやって喋ってるけど、うん、私だけ意識があって、天海、うんうん、さんは俺の方がないのか。そうそう、周りがみんなないですよ。だからないの、ここにいる人たちみんな意識がなくて、ただ私だけが意識があって、うんうんうん、っていう話。え、それはじゃあ、え、どういうこと。そしたら美香さんは幻覚を見てるの。うん、だからその俺らが幻覚を見てる、動かされてるだけ。あ、そういうことなんだ。まあ、多分いろんな考え方あると思うんですよ。あ、あの、でもね、これまた本当に本当にこの番組って何話すか分かんないなって思うけどさ、うん、本当何のテーマもないからごめんなさいねって話なの、うん、現実にね、うん、あの動物をゾンビ化してあのね、刺激する生き物っているの、ま、ご存知、ま、どういうこと。あの、人間じゃないんだけど、虫なんだけど、なんかね、ハチか何かハエか、まあそういうなんか虫になんかブスッとやって、なんかね、そのゾンビ化させるんだって。あ、もう意識をないまま動かせる。そうそうそう、なんか卵かなんかを、なんか気持ち悪い話だけど、やって寄生させて、で、その子供が、うん、そこの体内かなんかで生まれると、なんか変な分泌みたいな、神経毒みたいなの出て、そうするともうその子供が成長するまで、うんうん、もうあの母体になって、はい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 、食べられてしまうまでただ生き続けるっていう ね、 うわ、やだね、ゾンビ化させて生きるっていう、ね、生き物いるの、あの寄生虫みたいなやつが。でもね、ハエとかも寄生しますからね。そうそう、だから世の中何気にいるんですよ。ね。でもね、一番びっくりしたのはね、もともとゾンビってさ、あの死体が生き返ったってイメージがあるじゃない、バイオハザードとかそういうのでさ、基本的に死んだ人が
なんかの形でさ動いてるっていうの。でももともとゾンビってなんかねインドかなんかの、はい、から生まれた言葉で、うん、そのねあの奴隷とかあるじゃない、はい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 、あれに麻薬とかを打ったりとかして意識を要はなくさせて、うん、で刺激するとやっぱり奴隷として使うのがゾンビの始まりと言われてるのね。だからある意味もう自分の意思なくひたすら働かされてる日本人ゾンビですよ。社畜じゃないか、うん、ハロウィンなんかやってる場合じゃない。お前らは素でゾンビだっていう日本人は素でゾンビだ、うん、っていうね。素でゾンビだいいね。そういう話。周りピーポーともに聞かせてやるんだよね。そうそう、お前らはそのままでゾンビなんだぞっていう話なんですよ、ね、コメントいただいてます。はい。時をかける少女、時をかける少女もあれタイムスリップだよね確かね。あ、俺でも知らないんですよ、うん、私も知らないんだよね。ナトゥリオさん、うん、オレンジって漫画はタイムトラベルがどうのって話だったね。あ、オレンジね、この間アニメ化してました。うん、見たことあるかな、はい、なんかね、あのね、そうそう、未来から自分、高校生の主人公たちに未来君の自分から手紙が来て、未来から来るんだ。そうそう、で高校生の同級生がなんか自殺しちゃうんですよその未来では。ほう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 。でそれをなんとかこう自殺しないでほしいっていう手紙がその5人ぐらいに来て、でみんなそれに沿ってなんか最初は疑ってんだけど、うんうん、でも本当のそういうことが起こるから、はいはいはい、そいつを殺さ、あの死なせないようにみんなで励まして、で俺それ見てたの、うんうん、初めなかなか面白いなと思って、うんうん、興味深いなと思ってたんだけど、最後の最後までそいつがヘタレでね、なんか主人公の女の子と、まあ、恋人みたいになるんだけど、はいはい、なんでそこ周りみんなそんだけ気使ってくるの、お前死のうとすんねんみたいなね。あ、うん、そこは頑張ろうよ、納得いかないと、うん、そう、うん、結末そこは受け取ってあげなさいよと。いや最後終的に生きたのちゃんと、あ、生きたの、た踏みとどまったんだけど、お前そんだけその第何話までさみんながさしつこいって頑張ってくれるとさ最後の最後死のうとすんじゃねえよっていうみんなの頑張りを無視するんじゃねえよ結局ね、うん、なんやねんと思って。まあでもそれが盛り上がりでしょ、まあ、そうなんですけど、アニメのさ、そうなんです。だから多分その同年代ぐらいで見せたら、うん、きっとわあいいなって思ったんですけど、こんなおっさんですから、我々ね、おっさんですから、お前もっとそんな辛いこといくらでもあんねんからこれから先もっとっつって、もっともっといっぱいあんねんからって、ね、そんなことでやってる場合じゃない。そう、お母さんがね、そう亡くなってしまって、それが自分が原因、自分に原因があると思って、まだ十分重たいんだけど、重たいっすね。そこはお前今の友人を見てあげなさいよって。重たいね、いいですよ見てる方法としては。うん、うん、そうなんですよね。でいい話なんです、いい話なんです、うんうん、ただまあ好みの問題、うん、まあ、興味がある方はぜひ見てあげてください、はい、あの面白いっちゃうね。イライラするね、めっちゃ。そうなの、めっちゃイライラするね、あれ。あ、女の子とか好きなんじゃないですか、うん、でもそういうの。あーかもね、多分少女漫画だと思いますよ、うん、あ、そうなんだ、うん、ほんと、あのね、未来では結婚してるその主人公の女の子と、うん、ヒロインの女の子と男の子がいて、うん、でもその子はこの現実の今の方では、はいはいはい、だから最終的にその生き残った子と、うんうん、多分そのヒロインの子がくっつくから、その男の子は結婚しないことになるわけですけど、はぁ、あ、はぁ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 、最初見た時は、まあ、それでもいいのかなと思ったの、第1話あたり見た時は、うん、だんだんね、でもそいつの方がいいやつに見えてきてめっちゃこいついいやつなんですよね。いいやつなのこいつ。めっちゃ片思いなんだけど、そいつを助けるために。いや超いい人じゃん。お前いいやつかっていうね。あ、そう。そう。あ、そう、切ないね。切ないよ。だからめっちゃそいつを応援してしまったよ。いやさ、切ないよ。うん、その通りになってほしいと思ったよ。もう未来のままに生きなさいよと。ね、うん、いいやつだよこいつって。いやそれパン屋の話に戻っていい？どうぞどうぞ。なんだい？語りたいなら語るがいいさ。パン屋がね、うん、その結局さ、うん、死んだと思ってた人が生き返ったって言ったじゃない。生き返ったわけではないでしょ。生きてたんでしょ。生きてたんで、うん、生き返っただとゾンビの話だからね、うん、またね、うん、そう現代日本人の話になっちゃうね。生きてたんだけど、うん、でも結局今その人は、その主人公はね、別の人と結ばれたのよ、うん、あ、そっか、旦那さんだっけ。そう、うん、1話で旦那が死んでるから、でその長い今までの回を重ねて、うん、その一人の人とね、うん、まあ、そうだよね、そうで結婚、うん、してしまったしようみたいな話をしてるところで、うん、シャシャリ出てきたのか。シャシャリ出てきたわけじゃないけどね、うん、その主人公の旦那も、まあ、だからネルトンで言うとこのお願いしますって言った時にちょっと待ったってくるあれでしょ。そう、そんな感じを。ごめん、また30代ぐらいしかわからないあの、うん、そう、切ないの。あ、そう、だからそれでヒロインの人は揺れ動くわけだ多分ね、明日から揺れ動くんだと思うよ、うん、今日はそんなはずないって言うってことだ。そうやな、あ、うん、じゃあまだ会ってないの。まだ、あ、電話なんだ。違う、あった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 の。はぁーって、なんで電話のくれたの。その前だ、その前のシーンがびっくりした俺、対面したのに電話かと思ったどんだけ現代っ子やって
そうなんです。あ、そうですか。気になるね。気になるよ。どっちがいいの、個人的に。ミカさん的にどっちがいい。え、でもだから言っちゃえば、その前の旦那もすごいいい人だったわけよ。まあそうね。そう。でもその家族がもうクソみたいなね。あ、人間どもの集まりなんだけど。旦那の家族がクソみたいな。クソみたいな人間どもで、でそれのせいで、その主人公も刑務所に入れられる。あ、そうなん、それはひどい話だね。そうそう、なんだけど、でもその旦那さん自体はすごいいい人で、あ、はいはいはい、そうそうそう、に対して今の彼氏さんはもういい人なんだよ。いい人なんだ。まあそりゃそうだよね。どっちがクソだったらもうそれはどっ、そうそうだよ、決まっちゃうもんね。だからどうしようと思って天秤肩、ね、カタカタさせないと、ね、そう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 、わかりますけど、うん、でもほらなんかやっぱあるじゃない、いい人って言っても一口にいい人って言ってもいろいろいるじゃない。うん、いい人好きですか、いわゆるいい人。だからいい人ってもうさ、それはいい人は好きだよ、うん、悪い人がいいってことはないけど、まあね、まあね、それはもちろん、うん、でもいい人の基準が人にそれぞれ違うじゃん。確かにね、うん、そう、私最近いい人って何なんだろうなって思うんですよ。そう、いい人ってなん、そんな名前、タイトルの漫画あったな、どうでもいいや、うん、いい人っていうのもさ、うん、いい意味で使うときとさ、まあ、言うなればさ、残念な意味で使うときもあるじゃない、ね、いい人なんだけどみたいな、いい人なんだけど性格悪いんだよみたいなどっちだよってなるけどね、うん、こいつは嫌なやつなんじゃない、うん、悪いやつなんだみたいな、ね、うん、そう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 、そういうのがあるじゃない、いろいろあるって、ね、ちょっと漠然としすぎてさ、過ぎてますよね。そうそう、だからその人にとっての何であるかってことじゃない、うんうん、私いわゆるいい人が嫌いなんですよ、うん、あの、うん、そうですかじゃあどんな悪い人がいいの。あのね、なんかいい人っていうとさ、やっぱみんなに優しいじゃん。あ、そういう人は嫌いなんだ。あんまり好きじゃないなって思う。お前裏あるでしょって。そこなんだよね、うん、裏がない人間っているのかな。ねえ、でもたまに聖人君子みたいな人いるじゃないですか。いるけど、俺ね、逆に裏がない人の方が怖いと思うんですね。そう、怖い、怖いよね、うん、私もそう。ちょっと何かおかしいんじゃないかと思ってるね。そう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 、逆に、もうはっきり裏がありますよっつってさ、裏表はっきりしてる方がさ、非常に分かりやすいというかさ、そうそうそう、いいんじゃないかなと思う、ね、だからさ、本当にさ、もうそういうなんかもうまっすぐで純粋で、人の悪口とか絶対いませんみたいな、うんうん、だそいつは逆に、お前人生経験ねえんじゃねえよって思ったりするよねお幸せだったのねとかってなっちゃう。よっぽど温室で育ったか、うん、ってなっちゃうじゃん。それかもう逆にサイコパスだよね。そうだよね、うんうん、ってなっちゃうから、うんうん、あったらね、そう、うん、もうなんで TPO じゃないですけど、状況にわきまえてですね、態度変えるのはそれはもう人として、うんね、しょうがない、うん、ね、どうでもいい人、うん、いい人、都合のいい人、都合のいい人、世間体のいい人はいやだね、いろいろいるじゃない、まあ、世間体のいい人、もうだからなんだろうな、自分のさ行動そのものにさ自覚がちゃんとある人だったら俺は別にいいなと思う、はいはいはい、もうこの相手にはいい顔すると、うんうんうん、もう自分がさの目的のためであったらさ、うんうんうん、お金を稼ぐため、はい、何のかのためにもういい顔する、うん、へこびへつらう、うん、もう決めて、うん、そう行動してる人は俺はそれいいと思う、うん、なんか無自覚な感じでさヘラヘラーとさ、私いい人、かわいい、いいやつみたいなのは確かにイラッとする ね、うん、なんやねんお前はと、そうそうそう、うん、そんなのはいらん、ね、まあでもそれをやんなきゃいけないのが芸能界ってところでございましてね。そうでございます ね皆さんね、はい、あのこの間もなんか SNS であったんです、石原さとみさんかな、うん、のなんか裏の顔がすごいみたいな書いてあったのがあって、タイトルがあって、それ読んでないんだけど、うん、裏の顔なんてあった当たり前やないか、テレビは表の顔ですよ、そりゃ夢をね、腕商売ですからね、そう、そういうもんだ、うん、いいんだよ、だからそれで。だからさ、ネットがさ、普及してさ、うん、まあいいことも多分いっぱいあると思うんだけど、そうね、そのすごいやっぱ大変ですよ、表に出る人間は大変だと思うよ、だからさ、うん、叩かれるじゃないですか、当然、うん、だから叩かれてなんぼの世界ではあるんだけどさ、うん、ねえ、でも今ほんとテレビよりネットの世界になってきたからね、ねえ、ネットは正直にできるからね、みんなね、好きなように、うんうん、ある意味その、ね、テレビはさ都合のいいものを作らなきゃいけないっていうのがあるから、うんうんうん、どうせ嘘がね、あるのは当然で、うん、それを前提に見なきゃいけないわけで、ネットはもう好きなことを好きなだけあげることができる、そうなんですよ、ね、それは面白いわさって匿名でもね、うん、ねここで好きなことをベラ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 喋ってる私たちが言うことではないんですけども本当だよね、ね、本当にね、好きなことしか喋ってるからね、我々 ね本当にね、ただただ雑談をするだけのね週の真ん中のお休みの時間です、うん、一休みの時間ですね、楽しいっすよね、うん、美咲さんコメントくださった、うん、期待じゃ、あ、ごめん、損得じゃないんだよとか言われると、うんうんうん、損得感情も考えられないやつなど信用できるかな、あー、なるほどね、だからそれも考え方 ね、本当に損得抜きで行動するってのも一つの美徳だし、損得も考えないで行動するなんて
無責任だっていう見方もできるし、いろいろでございますよ、それは状況にも応じてね。まあね、状況はでかいですよ、うん、やっぱ考えることはちゃんと考えなきゃいけないし、でもそういうのを抜きにして行動できる人でもあなきゃいけないなって思うしね。そうですね、うん、ああ結局最終的には人情ですじゃん、大人ですからね。そう、なんか今ね、そのミカさんの携帯に LINE がいっぱい来ててついつい見ちゃったんだけどうん、いろいろとごめんねみたいな書いてあったら大丈夫？読むなよ、うん、読むなよ、しかも、うん、大丈夫、ネットつながってますから、ね、うん、大丈夫、今時間をね、見ただけじゃない。あ、そうなんだ。そう、すっごいパワーって見ないでしょ、気になったからさ、ごめん、いろいろとごめんねって思えば、一番下読んだからね、うん、松戸の件了解あたりぐらいだったら全然読まれてもらう。いや、だってすごい気になるコメントだったからさ大丈夫かなと思って。大丈夫じゃねえよ。大丈夫が、本当にしっかりして。しっかりしてますよ、しっかりしてますよ、天海さんこそしっかりしてくださいよ、本当にね、しっかりしなきゃ ね、 ね、無理だよ。何がよ、しっかりするのは諦めた。諦めたの、うん、あのね、やっぱり人間諦めが肝心です。あ、でもね、そう、でも諦めが肝心って言葉もさ、俺ね、これは深い言葉だよ、うんうん、みんな心して聞くがいいよ心して聞くがいいよって諦めるって、だから物事をさ、はいはい、やめるとかさ、うん、まあネガティブな方向に取られるけど、うん、諦めるの語源って知ってますか？分かんない。明らかにするって意味らしいんですよ。だから自分のできることできないことを明らかにして取捨選択していくのを諦めるっていう。すげえ今ね、目から鱗落ちた。そうなの、いい言葉なのこれ、諦めるっていうのは、うん、自分と向き合って、今これができる、これはできないんだから今やらないっていうのが諦めるんです。はいはいはい、お分かり？ポジティブだ。そうなんで、実はすごいポジティブなことなんです。でもさ、やっぱ諦め時が肝心だなってさ、年取ると思うじゃないですか。まあね、まあ17ですけど、うん、私はそう、うん、17だからね、まだまだ人生長いけど、まだちょっと分かんないけど、うんうん、なんで今ちょっとイラッとする喋り方で言った、分かんないけどっつって17だからね。その発想がもうやばいよね多分ね、今ね、ババだよね、ないよねきっとね今の17歳どんな喋り方するのか知らないけどさ、ね、まあね、もう今の高校生とか発育いいですよね。どんどん発育が良くなってるらしいよ、ね、やっぱり日本人。そうそう、うん、もう私の方がよっぽどちんちくりんだわ。あれでも どうなんだろう、いいのかな。でもほら外人さんってさ、うんうん、10歳ぐらいめっちゃ可愛いじゃん。わかる。で、あの頃に20代ってないでしょ。10代後半から20代がないじゃん。そうない。いきなり どうしたみたいな。どうしたみたいな。あの可愛かったあの子がみたいなさ、そう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 。みたいに日本人がなったら嫌だなっていう。やだね、うん、確かにね。やっぱりこの独特のね、感じがね、ちんまりした感じがいいんじゃないかと私は思うんですよ。でもあれですよね、外人って一人にしたらあれですけどね、あのヨーロッパ圏の方とかって、いろんな方がいらっしゃいます。子供みんな可愛いですよね。可愛い、ほんと天使みたいな、やばいね。日本だとさ、ちょっとさ、正直可愛くねえなこの子供とかってあんじゃない。全然可愛くない、ね、全然とは言わないけど、ね、こいつ可愛くねえなみたいなあんじゃん。可愛い子もいるよ、いっぱい。いねえよ、いるか、いるといる。私この前ね、すげえ可愛い子供見た。あ、ほんとに、うん、こりゃモデルだな将来と思って。あ、ほんと、うん、でもお父さんもお母さんもすげえ美形だった。あ、こりゃ間違いないな。遺伝でございますな。でもさ、日本の子役とかでもさ、うん、すっげえ可愛かったのに大人になってあれどうしたみたいな、いるよね、いるよね。でもあのさ、でもさ、ここだけの話っつってもこれネットに繋がってる話なんだけどさ全世界に発信してますけど、ね、子役ってさ、はいはい、何基準でああいうのって選ばれるんだろうね。言うたなんやけどさ、ね、この子多分将来美形にはならないよなっていう子結構売れてたるじゃない。そうね、うん、いやまあ私子役上がりなんですけど。あ、そっかそっか、そうだよね。そうそう、子役上がりなんですけど、ひまわりのね。ひまわりじゃないひまわりじゃないか、ひまわりではないんですけど、ね、ごめん間違えました、すみません。そうそう、ひまわりじゃないんだけど、やっぱね結構いろんなタイプを置いとくんですよ。あ、やっぱそうだよね、うん、やっぱ言うなれば言い方すっごい悪いけど、うん、ブサイク枠ってのがある。あるんだね。あとデブ枠。あ、デブ枠あるよね、うん、デブ枠ある、うん、内山さんから始まり、うんうんうん、みたいな、うん、あとやっぱりもう年より幼く見える子もいるし、年より全然大人っぽく見える子もいるし、まあでもあんまり大人っぽい子は使われないですけどね。そっかそっかね、うん、すごいいっぱいコメントいただいて。ナトゥーリオさん、いい話。なんだろう、なんだろう、私が17っていう話がいいかな。あ、そうね、いい、絶対違うと思うしっかりするの諦めるの、しっかりするの諦めるんですよ、あのね、しっかりしようとしてるうちはしっかりできないんです。そうかもね。そうなんです。あれじゃないですか、うん、あの一生懸命とかもそうじゃないですか、一生懸命やってるって思ってる時はね、そうそうそう、やっぱ一生懸命で力抜いた瞬間になんだかんだってうまくいく時なんだよ ね、 うん、 だそれまで頑張りなさいよと、うん、まあ、必死こいて頑張って、はい、うん、力抜いた瞬間になんか得られるものがあるんです、うん、人生そういうもん。確かに、うん、ガチャもそう、
本当にそう。なんでさ、いい話したのにさ、ガチャの話に持ってくの。いやマジでね、ガチャでね、そのさ、なんか来た、すごい強いの来たと思って、欲しいと思ってさ、うん、めっちゃガチャ引くじゃん、うん、絶対手に入んないじゃん、うん、どうでもいい時に来んだよ、やっぱりそういうもん。物欲センサーでしょね、絶対ある、そういうのが。あ、こいつガツガツしてんなって時は来ない。あのモンハンとかのさ、うん、モンハン やってる。いや、モンハンやんないけど、モンハンやらない、うん、モンハンでなんか素材集めてる時とかも、うん、あ、これ絶対欲しい、これ絶対欲しいって思うと出ないね。絶対出ない。そうね、で、どうでもいいなっていう時に力抜けた時に来るんだよ、ね、お前今来るのかいっつって。ゲームもね、すごいですよね。人生ってそういうもん。ああ、名言です。そういうもんなんです。だからって最初から諦めてると絶対に来ないっていうね。確かにね、そうなんだよね。もう難しいね、うん、生きることってね。いっぱいいらっしゃってる。12時半からの方が来ました、ね、そう、はい、なんですやべ、告白されたよ俺。よかったね。ああ告知タイム入れますか。そうね、そう、もう気がつけば50分、はい、うん、告知どうぞ。天海さんは、天海さん告知することいろいろねえよ。ないの、うん、あの、JJ's Bar、 JJ's Bar がですね、はい、今話していいのかな、 JJ's Bar がついに第2期の収録に入りまして、収録に入りまして、早ければ今年中に公開できるかなって。本当にね、文字だけでごめんなさい。 JJ's Bar 第2シーズンが、シーズン2がですね、今年の冬公開予定。第1話公、まあ、順次公開予定。はい、はい、楽しみにしていただければなと思います。これね、当たり役ですよね。当たり役ですよ、うん、本当に。すっごいありがたい。本当に当たり役だと思います、私。これね、楽しくて本当に、全く酒を飲まなかった天海さんが、ね、最近ちょろちょろ飲むようになったっていうね。そうそうそう、やってて楽しいです。すみません。これはこっちはね、また今度ポスター持ってきますので、また後でいいです。残響切り人派はね、そう、相変わらず、あの、今日も忘れたんですよ、うん、そうなんです、この人は。すぐ忘れるんです。ごめんね、切り人派のみんな。うん、今度持ってくるよ。はい、はい、検索すれば出てきますね。よかったら聞いてあげてください。はい、はい、ということ で、じゃあ私めの告知を、はい、持ちましょうか、させていただきたいと。今日ね、今日2枚なの。めっちゃいっぱいあんねん。はい、あのですね、ここに書いてないんですけど、明日代々木のラボというところで、あのジェットロボットによく出てる小迫達也というあの男性の、小迫さんね、はい、小迫さんのサポートでピアノを弾きますので、うん、舞台で共演したことあるよ、はい、あ、そうだよね、一緒だったよね、うん、ある、そうだよ。まあ俺一緒には芝居してないんだけどね。一緒だけどね、うん、うんうんうん、はい、っていうのがあって、で18日あさってですね、ここ高田馬場ジェットロボットで弾き語りをして、うん、弾き語り、はい、でその次の日錦糸町リバースで、私がやってるバンド金銭花のライブがあって、うん、はい、24日も柏であって、で、27日は祖師ヶ谷オークラのカフェで歌います。絵の隣になんかもじゃもじゃってなってるのはこれそういうマークそうそう、そういうマーク、うん、エクレルシ、ちょっとね、エクレルシ、エクレルシみたいな感じのところで ね、はい、で、エクレルシ、そう、で、28日大阪、震災橋のアトランティクス、アトランティクス、久々に大阪に行きますので。大阪なんだこれは。そうか、震災橋だもんね。そう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 、関西の皆様よかったらぜひ行ってあげてくださいな。遊びに来てください。はい、こちら、はい、次、はい、次ってか言って、次、はい、12月ですね、はい、12月の7日高田馬場ジェットロボット、ここでジェットロボットでツーマン、ツーマンライブをやります。どうなったと、新月10日の、ゆうこちゃんと、新月10日のゆうこさん、はいはい、あの本当に昔から仲がいいね、お姉ちゃんで、うん、おっぱい大きいですけど。あー、じゃあおっぱい好きな人たちはみんなに言ってあげてください、はい、どういう話だって言うんですか、うん、ね、あの本当に1時間弾き語りで、うん、おすごいね、久々にこんな長い時間を弾き語りでやらせていただくので、ぜひだなと思います。で、12月9日ミトソニック、今度ミトに行くんだ。はい、ミトに行きます。ミトに行きますのでね、納豆食べておいで、買って帰ってこようか。ああ、いいかもしれないね。ね、うん、あ、そうだね、12月の番組はじゃあ納豆、ね、納豆買ってくるわ。納豆食べながら歌いますか歌うの、うん、そう、歌うんですよ、天海さんが、ね、そうなんだよ。はい、12月の18日高田馬場ジェットロボット、ここでですね、ジェットロボットでユーストリームの番組をやってるみんなが、番組対抗歌合戦というですね、やりますね。これはだから、はい、そう、今からどうやってこの日に私は風邪をひこうかっていうことを考えなきゃ、ね、いや、マジぶち切れるよね、ほんとに。あの、鎌ヶ谷まで迎えに行くからね。まあ、鎌ヶ谷とか言うたらあかんねん、ほんとに、まあ、いいけど迎えに行きますよ。じゃあそこでライブしよう。いやいやいや、ライブ中継をしよう。いやいやいや、はい、ね、そうなんです、私の曲を天海さんが歌います。そうなんですよね、はい、で、これ投票制のイベントでして。そうなんだよね、投票なんだよね。そう、優勝とか準優勝とかね、うん、3位とかあって、だから根回ししときゃいいんだよね、最初からね。投票してくれたらなんかこの袖の下みたいな感じでさ、今袖じゃなくて襟だったね、ね、みたいな感じで根回しとしておけば、ね、いいんだいいんだじゃない、いいんだじゃない、頑張るの。もうだから頑張る、そっち方向に頑張るしかないのね、頑張り
ましょうよ。頑張るともさ。そう、私だって去年優勝してるんですよ。そう、だからこうやってプレッシャーかけてくるんですよ。2年前は準優勝してる。2年前準優勝で、今年優勝出たが、今年じゃない、去年優勝で。もう今年も優勝したい。高校来たから、もうここ行こう。行かない行かない行かない。ストーンって行って。2連覇。そう、だからそうやってガツガツしてから行かないって言って、そう、諦めとこ、そう、諦めよ、諦めよ、うん、諦めよ、よし、声がちっちゃくなった、ね、よし、はい、これで気楽になった気楽にならないよ、ね、頑張るさ、頑張ってください、はい、まあ、頑張りますね、はい、頑張ります、私も、はい、なんか、ね、楽しい歌を歌えたらいいな、楽しい歌ないんだな、ジングルベールみたいな感じで、ジングルベールってね、まあ、クリスマス近いですね、クリスマスシーズンですね、そう、来月なんかやります、クリスマスパーティー的な、納豆、来月が納豆と一緒に納豆パーティーするか、クリスマスにクリスマス納豆パーティー、クリスマスツリー買ってきてさ、納豆ダラーってやったら、最悪じゃないですか、なんかちょっとしたイルミネーションみたいな感じで、ならないし、臭いし、まあそれもいいんじゃない、てか片付けんの超大変やで、大変だね、うん、チャムさんたちに片付けてもらおうかもう帰っちゃうから先に、そうだね、先に帰っちゃうから、ね、だからこの後番組の皆さんが、ね、置いて帰れば、ね、すごいね、納豆臭い中やってくって、クリスマス近いのにいいですね、でもね、うん、どこもクリスマス的なことやるんでしょうから、そう、みんなクリスマスやってくから、俺らはだから納豆にしましょう、ちょっと一足早くね、一足早くね、納豆ってどういうことなんだろう納豆、納豆、納豆いつのイメージなんですか、納豆、納豆もいつのだろうね、納豆、春、夏、どうなの、大豆を発酵させてるからさ、納豆っていつなんだろう、発酵させるかいつなんだろう、季語的にいつ、納豆が俳句に入ったら季語はいつ、納豆はね、季語じゃないかな、うん、違うか、わかんない、どうしようね、これで季語だったらね、どうしようね、はい、美咲さん、今日の放送、美香さんのお着替えシーンはまだですか、そうね、ああ、多分あと5分あるから多分着替えてくれるんじゃないかなって気がする先月そんなこと言いましたね、なんかね、天海さん歌うんですね、ナトゥリオさん、歌うんだよ、そう、ナトゥリオさん来てくださいよ、お越しください、本当にね、ね、ナトゥリオさんも一緒に歌いましょう、あれですか、みんなで一緒に歌おう、あ、それいい、うん、みんなで大合唱、クリスマスって言ったら大合唱だよね、やっぱね、みんなで楽しく歌おう、そうなんです、そうよ、大工的な、大工は年末か、大工、大工、大工年末さん、年末じゃん、年末ですか、大工って、クリスマスかな、わかんないけど、別にクリスマスにこだわらなくてもいい、うん、まあね、年末ですから、みんなで楽しく心を一つにして歌おう、はい、うん、ね、そう、クリスマス私ここにいるんですよ、あ、そうなんだ、そう、歌うたで、うん、イベントやってます、あれさっき書いてなかったじゃん、うん、書ききれなかったから、おう、歌合戦で終わらせといた、あ、そうなんだ、そう、ちょうどいいかな、いや、だったら歌合戦も書ききれない方法でよかったんじゃないかなとか私いや、皆さん見てください、本当に、あの、ネットからでもね、投票できますので、そうなんだよね、結構みんな見てるのね、そうそうそう、ね、でもあれなんですよ、まあ、会場が来てるからね、そう、うん、会場に来てくださるとポイントが高いんですよね、うん、確か、あ、そうなんだ、ですよね、ポイントが10倍ぐらい、100倍、2倍、ポイント2倍だってポイント2倍、うん、ポイント2倍、ぜひあの本当にね、こちらに来て投票していただけたら、まあ ね、いろんな人が歌うんでしょう、そう、いろんな人がね、だからミュージシャンは歌えないんですよ、あ、そっかそっか、あくまでもミュージシャンの曲を、うん、ミュージシャンじゃない人が歌う、人が歌うと、そう、なんか私は絶対歌えない、あ、そうなんだ、うん、変装するか、変装、うん、逆の発想、白衣着るの、違う違う、俺がだからカツラかぶって17歳の格好してそういうこと、うん、私と天海さんが逆になる、そうそうそう、で、美香さんを歌えば確実に勝てる、天海さんピアノ弾けんすか、あ、弾けないんじゃ録音しといてエアピアノ、エアピアノやるからそう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 、かすごくない、いや、やっぱメガネかけるインテリな感じだよね、もう頭脳派ですよ、私はバレるわ、うん、すぐバレるわ、ね、え、まあいろんな、諦めないってことですね、そうですね、うん、諦めずにね、あの手この手で不正を何とかして、はい、勝ちに行きたいと思います、不正はしちゃダメですけどね、はい、あの手この手で年末納豆、あ、年末か、年末、年末か、年末納豆、豆を投げるのってでも新年のあったよね、あ、節分ね、豆まき節分か、うん、だから旧暦の、旧暦じゃないけど2月ですね、うん、そうそうそう、立春だよね、うんうんうん、あ、じゃあそこで、そこで納豆パーティーします、うん、じゃあ2月ぐらいだから1月に納豆パーティーしようか、先取ってもう意味がわかんないねまあね、来月はね、多分ね、総集編ですよ、2020年、あ、そっか、今年を振り返りましょうか、そう、振り返りましょうか、もう台湾の話と風の話がメインになりそうですけど、まあでも大分も行ってるから、あ、そっか、そう、で大阪も行くもんね、うん、うん、じゃあそこら辺の話をしていただいて、そうそうそう、そう、うん、俺はお茶をすすってる喋ろうよ、じゃあケーキ、
ケーキ作ろう。ケーキね。うん、でもみんな多分ケーキ食べるから、俺らせんべいにしようか。せんべい型でケーキ作る。パリ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 うるさいなせんべいな、うん、ずっとパリパリ言ってる番組、うんるね、やっぱ納豆がいいかもしれない。納豆にしますか。そうね、年末納豆で、はい、年末納豆になりそうです、はい、来月は納豆な感じで、はい、納豆な感じです。絵楽屋が行きたいと思いますので、ね、ネバネバとしつっこく生きていこうと思います。そうね、我々しつこいですからね、うん、ネバネバっとネバネバっとね、締めっぽくね、生きていこうと思います。結局今日も何のテーマもなく喋ってしまいましたけども。そうですね、ね、でも今日はなんかね、天海さんがね、深いこといっぱい言ってくれたんで、ね、言ったっけ。言ったよ、諦める。あ、そう、皆さんね、諦めて生きていきましょう。、うん、大事よ、ね、そう、うん、そうみんな無理しないでね。そうそう、ぼちぼち生きていきましょうね。はい、もういい寒い季節ですからね。そうね、皆さん風邪など本当に引かないように、本当に風邪にはお気をつけくださいね。私は先月、うん、天海さんから風邪をもらったのでね、うん、ねえ、本当にね、はい、今日は移して帰ろうと思います。はいはい、はい、移さないで。健康診断どうだったんですか。健康、あ、そうそうだった、忘れてたね、忘れてた。でもね、もう時間ないんだ。時間ない、まあ、はい、おめでおめで横です。大丈夫です。はい、じゃあ来月21日、うん、21ですか。はい、第3水曜日11時からまたお会いしましょう。お会いしましょう。では、ミカと天海の楽屋裏でした。ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。私には才能がない、初めから分かっている。私に